皆さんこんにちは。世界の墳丘から本日は大阪府の古市古墳群を回っております。今私がおりますのは隠居天皇陵古墳です。常々ですね、私前方後円墳を美しく見るためには前方部の角からこう斜めに前方後円墳を見ると、ファインダーにですね、前方部、それからくびれ部、後円部ときれいに収まることができるというふうに申しておりまして、これを前方後円墳黄金のアングルと呼んでおるんですけれども、こちらの隠居天皇陵古墳も、きれいにですね、この黄金のアングルを確保することができます。今まさにその前方部角におるんですけれども、こう見ていただくとちょっとですね、こちらの前方部の端が入りにくいですけれども、この角度で見ていただくと後円部、くびれ部、前方部というふうに綺麗に一つのアングルに収まります。こうした綺麗に古墳を見る、アングルというのを、広めていただくとですね、多くの方が前方後円墳はただの森じゃなくて美しく見れるんだということにお気づきいただけるかと思います。ぜひこの前方後円墳黄金のアングル広めていきたいと思っております。